飲み会の無茶ぶりとかで尻の真似とかするより入電。ここで帝国軍参謀本部広報室から友軍にお知らせです。はいね、9時やばいな今日さあザカダン引きました。もう動画ゴミで終わるやつにしてください。神様、何何 AI 搭載ロボット引きました。AI を搭載しているロボットが喋るっていう体でってことなのかな。なるほど、ロボット的な、あの初音ミク的な、チリ的な、そういう感じですかね。じゃあストンキョウな答えとか書いてみたもん。俺耳元でささやくようにっていうのを言いました。やだセクシー、やばい、私生きてるかなそれ。生きてる、生きてて、ミキさんが2行ぐらいささやいたら私あーごちそうさまでしたみたいになっちゃう。あそうだよ、一つ目の告知、俺3年 B 組風で読まなきゃいけない。そうでした。でもね、はい、難しい、やっぱりあの側が何割か占めるわけじゃないですか。そうですね、側の印象ありますね。そうなんだよ、だから難しいなって思ったんだけどさ。お、チャレンジされますか。うん、しないと嘘つきって言われちゃうからね。おじゃあ1個目だけね。じゃあとりあえず進めますか。はい、じゃあ AI でいきます。はい、まずは放送情報です。テレビアニメ幼女戦記は ATX 東京 MX サンテレビ KBS 京都テレビ愛知 BS11 にて好評放送中です。またアベマ TV でも独占先行配信中。放送配信日時の詳細はアニメ公式サイトをご確認くださいね。この AI どうだこの AI はどうだ。もう先生、この先をよろしくお願いします。続いて原作情報です。ミキパチ先生な、原作小説幼女戦記は1巻から7巻まで好評発売中。さらにコンプレースではコムカライズも連載しております。こちら最新の第3巻まで発売中です。ぜひチェックしてみてください、このバカチンが。え、ミキパチ先生ちょっとだけしゃくれていますね。それさてまだまだ行くか。 お次はコラボカフェ情報です。秋葉原のキュアメイドカフェにて幼女戦記コラボカフェ帝国式給食秋葉原試食会が開催中です。標準給食のほか試作されたものを含む様々なメニューを提供予定です。さらにメニュー注文でポストカードプレゼントなどの試作も。こちら4月2日までの開催です。詳しくはアニメ公式サイトをご確認くださいね。情報が入ってこない。ラジオ CD 幼女戦記ラジオの悪魔ボリューム1の発売が決定しました。第1回から第10回までの配信分に加え、ゲストに B 社役の早見沙織さんを迎えた取り下ろし音源を収録した1枚です。ということで楽しみにしててくださいね。いろいろな企画に挑戦しております。発売日は5月3日です。ご期待ください。倒れた倒れた。あ、仕事しなきゃ。最後に公開録音のお知らせ。4月8日土曜日にプラザ編成にて幼女戦記アニメ放送終了記念幼女戦記ラジオの悪魔公開録音帝国軍第203航空魔導大隊新兵採用試験を開催します。一部は12時開演、2部は14時30分開演です。帝国軍元武士官兵の企画も実施します。企画参加希望の方は番組ホームページから履歴書をダウンロードしてご記入の上当日会場まで持ってきてください。はあ、紹介された方にはハンコとサインを入れてお返しします。一次抽選で当選した人おめでとうございます。会場で会いましょう。まだ間に合うチケットの二次選考受付は3月22日水曜日23時59分まで。ロスロスロス聞いちゃいます。お早めにお申し込みください。つうことで、おー、
聞いちゃいますよ。ロスロスロス。歌っちゃいますよ。でその引き出しはあったの、もともと。割とあの飲み会の無茶ぶりとかで尻の真似とかする。なるほどね、うん、まああれですよ、楽しみだ楽しみだって言っておりますけどね、僕らも。いや楽しみですね。なんかグッズ作っちゃおうよね。グッズいいね、グッズね、グッズ楽しみ。これ欲しい。この番組願い叶うからさ。そうですね、とりあえず T シャツは作ろう。 T シャツはマストだよね。 T シャツはマストじゃん。ね、あとまあそれ以外にもなんかこう濃いものとかあればね。濃いもの欲しいですね。何か欲しいですね。何か欲しい。ヘッドホン的なもの。あ、いいよ、よ。あれ知ってるもんね、だってね。知ってますね。あれ何なんだろう、ね、イヤマフルみたいなやつなのかな。なん、今、なんか一応多分あれで通信聞いてるんですよね。通信を聞いてるのか、あれで、うん。あれいいよね、ああいうのとか。かっこいいですよね。うん、なのでね。まあ、こんなのもあったらいいんじゃないみたいなのもね。ちょっと募集してみようじゃないか、うん、間に合うかどうか別にして、ねね、なんかとりあえず言うだけはただってやつで。そう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 、だって意表ついて乾パンとかだってできたぐらいだから。本当ですよね。あれ笑ったな。家にあるわ。、はい、なわけでね、はい、作品のイメージに合うものということで、はい、存在 D と存在 P 検討のほどお願いいたします。以上お知らせでした。